吉田さん、アーシアへのメッセージですか。いやあれね、いい本でしたね。宇宙人とか UFO に興味を持って八尾純一っていう方をずっとリサーチしていたんですけども、八尾さんが訴えかけたかったのはそういうことなんだなっていうのがね、あそこに全部詰まってました。なんか昨今ですね、日本政府もついに武器を輸出する法案が通って、これからねミサイルとか戦闘機を国内で作って、それによって軍事産業を流行らして、でどんどん海外に売って儲けるそうなんですよ。これは経団連の発想らしいですけどね。まあついに殺傷兵器をね世界中に売りさばく、まあ言ってみればアメリカの視点になっちゃったかなっていうところですよね。まあでも国連には敵国条項ってあって、まあ日本っていうのは先の大戦でね、大東亜戦争で世界を混乱に陥れた、まあ、懲罰国になってるわけですよ。で今保護観察中で、日本国内で空母を作ったり戦艦を増強したり武器を作り出したら、国連の決議なしで武力によって鎮静化していいというね、要するに侵略 OK になるわけですよ。となるとやばいですね。もういつまでこの国は戦火を逃れていられるんでしょうか。そしてなぜか NATO の事務所が東京にできるそうです。 NATO って北大西洋の条約機構なんですけども、地球の真反対のこの東京にね NATO ができるとなると、 NATO 加盟国って扱いになっちゃいますから、まあロシアから攻められちゃうんじゃないかなという懸念はさらに深まるばかりですね。うん、いってらっしゃい。